日々の勝彦は、日本の現代美術家。現在、東京芸術大学美術学部先端芸術表現、科教授、東京芸術大学美術学部長。ダンボールを使った作品で知られる。1958年岐阜県岐阜市生まれ、岐阜大学教育学部附属中学校を卒業。岐阜県立科の高等学校を卒業後、多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科に、 進学。同大学に一年在学した後、東京芸術大学美術学部デザイン学科に再入学し、1982年に卒業。1984年、同大学大学院修士課程修了。1980年代に、領域横断的、時代を映す作風で注目される。作品制作のほか、身体を媒体に表現し、 事故の可能性を追求し続ける。1986年、シドニービエンナーレ、1995年、ベネチアビエンナーレに出品。近年では、館内の展示室だけでなく、様々な地域の人々と共同制作を行いながら、受け取り手の感受する力に焦点を当てたアートプロジェクトを展開し、社会で芸術が機能する仕組みを創出する。 2003年第一の芸術祭越後つまり、アートトリエンナールにて、明後日新聞社文化事業部を設立、同時に、明後日、朝顔プロジェクトを開始。2005年水戸芸術館、日比野エキスポ。2006年岐阜県美術館、日比野 DNA&。2007年金沢21世紀美術館、ホームアウェイ方式。熊本市現代美術館、日後倍。 日々のなど個展を開催。2012年、種は、船から公開プロジェクトを実施。2013年瀬戸内国際芸術祭2013にて、海底探査船美術館、プロジェクト、一作実丸を発表。同年、翌年、六本木アートナイトにて、アーティスティックディレクターを務める。2010年より4年の一度のサッカー W 拝年に合わせ、 マッチフラッグプロジェクトを開始。2014年もブラジル大会への熱い思いを胸にワークショップを実施し、スタジアムをスポーツとアートの交流の場とした。1995年から1999年まで東京芸術大学美術学部デザイン学科助教授。1999年から2007年まで東京芸術大学美術学部先端芸術表現科助教授。 準教授を経て2007年10月より、教授2016年より美術学部長に就任。現在、日本サッカー協会社会貢献委員長。2015年4月1日より、岐阜県美術館の館長に就任した。東京オリンピック聖火リレーで JR 岐阜駅前から奏者を務めた。2021年4月4日。2021年6月1日より、 熊本市現代美術館の館長に就任することになった。ありがとうございます。